さっきまあ途中までやっててさ、さっきスキンケアを終わらせてきた。軽く落ちます。メイクをしましょう。寝れないよね、この時間。寝た、昨日と一緒ぐらい、1時過ぎぐらい寝た。でも3時間寝れたからまあいいや。おしまいになっちゃった、いろいろしてたら。こちゃんこのハネピン小ゲームを持ってるけど、小ゲームを使ってない。小ゲームのメイクポーチの中には入れてある。汚れるから。もう私はもうなんか目覚めちゃった普通に。なんか眠くないわ今も。さっき起きてすぐは眠かったけど、もうなんか目覚めたな。みんなまだ眠そう。もう眠さが下がった。これでも絶対後から眠くなるやつだ。
寒くない。今日は寒かったからさっぱかい着てきた今は寒くないだから言うほど、うん、起きてるの私だけだよ、みんな寝てる。コンシーラー、あった。え、違う、これ前マスカラだ。あれ？これか。あった。夜配信はないです。夜できない。ラジオがあったりとかでいろいろあるからできない。そう、もうテキパキやっていかないとね、時間があんまないんだよねだから私終わった後とか時間あんまないからね。今年玉もらうの、もらうの、今年までもらった。二十歳までって言われたよ。上のさ兄弟がいないからさ、あのなんか何歳までみたいなルールがなくって、でも私が一番上だからさ、今年から二十歳までになった。配信15分じゃないですよ、もっとやる。1時間半ぐらいある。15分じゃメイク終わんないよ、無理無理。配信しながらなんて絶対に無理。ちょっと待って、光が光いな、ここ。何買うよって、何買う？え、何が？何が何か、え、なんか買う話してたっけ？わかんないわ。してたかな。もうちょいで終わるな。下地が、下地じゃない、下地か。あ、でもできたね。オッケー。ちょっと待ってね、光の方が何も見えないんだ。
よいしょ。ちょっと出そうかな。覚えてないね。ファンデーション。かな。よいしょ、感じて。ちょっと。ああ、待って。パウダーってもう一回こしらしようかな。普段これくらいだよ。すごい、何食べようかな。ちょっと今早すぎてさ、何も食べてないんだけどさ。いつ起きたっけ、今何時。まだ起きて1時間も経ってない4時半ぐらいに起きたからさ、1時間も経ってないわ。起きてすぐ着替えてさスキンケア保湿して、保湿までしてかってしてたらもう時間だったから、あとで食べ、何食べよう。全然ありだな、全然。でもグラタンがさ、食べなきゃいけなくて、あってグラタンか全然。お腹空いてきた。でも
配信終わってすぐ食べよう。まだあるんだよ。この前お母さんが作ってくれた。最近だよ。昨日とかではないけど、やっぱいつもさ作るとき結構大きい鍋でさいっぱい作ってくれるから全然なくなんない。もう買い替えた方がいいかな。そろそろこのだいぶ前から使ってる。その子をさおばあちゃんがさつけてくれてさ昨日くれたんだよね。それも食べよ。数の子すごい。うん、しなきゃだ。やることいっぱいある。工程が多い。顔終わったら次髪。めんどくさいけどやらなきゃだもんね。めんどくさいけど。その時にキャップ、いやね、キャップ抑えられるかあんま好きじゃないんだよね。あんま好きじゃない。僕も私やったことない気がする。これ持ってるけど、これなんか可愛くって買っただけ。やったことない気がするけど、あんま覚えてないや。あ、そうだ、あとピアス買えようと思ってたんだ。忘れないんじゃなきゃ。配信終わってすぐ買おう。何にしよう。アイブロウ。ね、やっとさ眉毛のさブラシ買った。昨日買った。買おうと思ってたんですけど忘れてた。昨日買いましたよと。パックマン知ってるのは知ってるけどやったことは多分ない。あーどうしよう、鏡持ちたい。ここに行けばいいか。待ってやばい、ん、割れてるアイブロウが落ちた。どこ行った。アイブロウ割れてるんだよね、ずっと使ってるから。ボンバーマンはやったことあるよ。ゲームボーイアドバンス、お母さんのゲームボーイアドバンスのカセットは持ってた。
やったことある。難しくないもん。なんかあれ難しい。でかくのあんま重くないからちょっと近いと分かんなくなる。はい、描くの難しいんだよな。開いてるね、大丈夫。さっき急いでさ、本当はここでいつもメイクしないからさ、本当は違う、いつもかいつもここでメイクしないか、置いてないからさ、ここにいろいろメイクするとさっき急いで持ってきた下に置いてあったから。どうぞ。綿棒もいる。綿棒絶対メイクの時使うから、これなんていうの、アイライン引く時とかにとか、なんかぼかしたい時。配信始めて30分も経ってないのか。まあ配信終わるまでに1時間半ぐらいで、なんだっけ、髪メイクと髪まで終わらせなきゃいけない。終わるかな終わんないとまずい終わるかな。あっ、ノイズは書いてない、忘れてたあ、どういったブラシ、あ、なんか置いてた。6時30分、その35分ぐらいになったらランキングを思うかなと思ってる感じですかね。ありがとう。
重体操しない重体操なんか学校とかそういうの以外でやったことない。なんかあ舞台の時にさ、なんだっけあれ、あの最近のあのキスバイトじゃなくってマジムリの時にみんなで朝やってた、そういえばラジオ体操。でもそのぐらい久しぶりにやった。普段はないです。だいぶ変わって、え、変わってきた？目あったらめっちゃ変わるけどね、わかりやすいから。まだ眉毛しか描いてない。下地とコンシーラー塗って、なんかファンデーションいつもさ、公演とかイベントとかコンサートとかそういうのの時しかつけないんだよな。ファンデーションの塗ってる感がすごいあんま好きじゃなくてコンシーラーだけ。え、何しようとしたっけ。あ、これか。シャドウはまだ、アイシャドウだよね。アイシャドウはまだだよ。シャドウ、アイシャドウだよ。アイシャドウ、ラジオ体操、その真面目になった気がしてた。キスバイトの時はしてない。充電がなくなった。ハイライトにぼかしてないから濃すぎる。まあいいや。よし、でぼかそう。この下私服です。別にここだけ見たらパジャマっぽいけど私服ちゃんと、この柄のパジャマ持ってない
うん、リップ薄くなってきたな。塗ってるけど下地とか塗ってたら薄くなっちゃった。どうぞ。あと1時間？まずいね、それは。あと、え？ 1 時間だね、あと。まずいですね。さあ、このペースでしていて間に合うんでしょうか、私は。今日リップ塗り直すとしてるんだ。朝ごはん、朝配信後。急いで食べる。さっき30分も経ってないとか言ってたのに、いやこれであと1とか2時間するわけじゃないからさ。ちょっと血色戻ったかな。今からアイメイク。アイメイクが一番時間かかるんだよ。一番やることが多いから終わるといいな。でもかいわ、なんかストレート終わるかな、すぐ。あ、メンバー落ちた。私さ、櫛どこ行ったっけ。もうこの机さ、黒でさ、櫛も黒だからさ、すごいさ、同化するの。あ、あったわ、普通にあった。すごい同化するんだよ、色が。わかんなくなる。よく見失う。色が一緒だからさ同化しちゃうね。多分入れるよ、もちろん。メイクの時毎回入れてる。入れないことない。なんかさ、ちょっとこの辺、ここさ、そんなに明るくないからさ、濃くなっちゃいそうで怖い。でもいつも大して明るい場所でやってないけど変わんないか、じゃあいつもと変わんないのか。でか、今日マスカラ膜いくといいな。なんか最近ね、なんか右がこっちの目あんま膜かないんだよな。綺麗に塗りたい、今日こそは。だってね、光が、うん、こっちの方がちょっと明るい、ここちょっと暗い。大事ですか、アイシャドウの濃さは。ああ、ベースはこんなもんね。ここがちょっと分かる。ちょっとだけ。むずいな。ちょっと待ってね。明るい場所でアイシャドウだけ濃さが分かんなくなっちゃうんだよね。明るすぎてもなんか濃くやっちゃって、なんか濃さが分かんなくなったりするけど、明るすぎても暗すぎてもみたいな、難しい。
者の子さんかな。わかんないか。画面じゃ思った。一緒の小坂をちょっとチェックする。若干右が薄い気がする。だそう。これか。濃すぎた。なぜかね、もういいや、これで分かんなくなってくるから、見れば見るほどいい。何学んだ？一番最初教えてもらったね、メイクさんに。でもなんかこれはこう塗ってみたいな、なんていう、そういうサイズ教えてもらったけど、あとなんか自分でね、いろいろこう見たりして。 YouTube とかも見ないけど、メイクの Twitter、 インスタ多いかな。TikTok とか最近で可愛いと思ったらやってみたり、教えてもらってって感じじゃないかも。だから一番最初はメイクさんに教えてもらって。ちょっとじゃあどのぐらいついてるかがまた分かんない。難しいね。また左右の濃さが分かんなくなってきた。さあ一緒かな。ちょっと画面抜いたら分かんないか。いいってことにしようかな。ってことにしよう。わかんないんだよな。うん、いいかも。チラケンメイク、チラケンメイクショートできるんじゃない、このなんか入れ方みたいなの見て。切ると思うけど。よし、今日入れるか。これでスキニーパウダー、オッケー。うん、ちょっとこれで線を描く。綿棒で動かす。ちょっそう、綿棒大事なの。めっちゃ使う、めっちゃ違うの、毎回使う綿棒をメイクで使わないといけないから。
絶対にいる。指じゃぼかせないんだよな。綿棒がいいな。あんまわかんない、画面じゃ違い。私あんま画面見ても違い。ちょっとこっち来い。やばい、ちょっと来い。濃くなった？こっち。なんで？え？なんで？左が薄いのか、ちょっとわかんない。え、そのせいじゃないよね、ちょっと。失敗した、失敗しても落とさないよ。やり直すだけ、綿棒で軽く取って落とさない。メイク失敗して落とすなんてことないや。あれどこ行った、ちょっと。あれブラシ、ブラシ、あれ待って、置いたら落とした。あ、落ちてた。え、ちょっと待ってね、濃さが分かんない。え、本当に分かんない、濃さが。左右の鏡を見る角度なのか、いや角度な気もするけど、いつも分かんなくなるんですよね。 どうする、ちょっと、目の下が見えるな。まあでもマスカラしたらいい感じになるんですよ。いろいろ終わったら、いい感じになるから OK。 ラメどうするか。角度だな、これ。アラメは見えない、こっちは。うん、いや、そんなことじゃない。え、ラメ乗ってる？乗ってないよ。これちょっと、オッケー。キラキラ、あんま伝わんないかも。じゃあラメだから。よし。
とちょっと、あとはもう一個のラーメン乗せて、もう一個のラーメン、これもう一個のラーメン乗せて、マスカラして、マスカラ下地して、アイラインして、マスカラしたら、あ、めっちゃ指にラーメンついちゃっためっちゃ好きちゃったここの、ここのところ持っちゃった、ここのいらんか、いらんじゃないじゃない、かわいいこのラーメン、このラーメン見えるね、マスカラしたし、うん、OK、マスカラしたし、こっちの目、ね、今日は綺麗に、左目はねすごいマイコモクいくの難しい、 なぜか右目は集中するわ、行きそうだけど分かんない、ここに入れて、かな、あ、まぶたに、うん、ついた、ついてないかな、ついたか、まあ、取ればいいか後で集中しなきゃだから大事ですから、これこの工程はすごく、今日割とうまく上がったんじゃない、上がった、あ、上がってる、もともと濡れた、分かんないかマスカラついちゃった、よくマスカラつけちゃう、一回こう、うん、いい感じよかった、左はねうまくいくんですよ、なぜか、うん、つかむ、手顔しない方がやりやすいのか、マスカラそろそろ持ってて起きる、起きそう、
腹空いてきた。起きて1時間以上経ってるから。もういい感じ、いい感じ。すごい伸びた、まつげ。これ長さ伸びる、これロングタイプのやつ買ったっけな、ちょっと覚えてないけど、まあいいや、伸びるの嬉しい。まあ大事なまつげ。いいんじゃない？いいんじゃない？いいよ、いい感じ。あ、入んない。次、アイライン。今日は下地が成功したからきっとマスカラもあとここに色塗っていくだけだから大丈夫。こんなふうに喋りながらメイクするしてないよ、こんないつも無言ですよ。おかしいでしょ、こんな喋りながらしてたら怖いよ、一人で喋りながらやってたら怖い。それはいるもんね、時間かかる今まだ6時になってない。あ、髪は15分ぐらいあれば終わんないかな。終わるはず。配信してたらちょっと時間かかるかな。いい感じ、偉い。いい感じじゃん。うん、わかんないか。難しいな、まつげの間かな。ちょっと置いて、ちょっと待って、めっちゃちょっと待ったけど無理だな、低いから待って、ちょっと塗ろう。濡れてるかなこれ。いつもどうやってやってたっけ。大丈夫か。イライン変なとこついたかと思った。時間、まだ大丈夫、大丈夫、大丈夫。お腹すいた。
じに弾けるかな、左も。あ、つんなくなってきた。なんで？どうだろう。ちょっと待って。いい感じかな。良さそうだけど、ちょっとだけ。見づらいよーここ。ちょどこに。待ってね。こっちの方がちょっと太い。うん。どこ消せばいいのか。もうちょっとこっち太くし。お腹すいたよ。グラタン食べちゃおう。朝から。本当は昨日グラタン食べようとしてて。自分の分を確保しておいたんですけど、これ私のみたいな貼っておいた名前を確保してたんですけど、昨日時間がなくってそれじゃないの食べたから今日食べなきゃいけない。どうだろう。ああ分かんない。これさ、エレン見れば見るほど分かんなくなるんだよね。ちょっと釣っちゃうとこだと危ない。消さなきゃ。お腹空きました。君に書きたいのにさ、上に行っちゃう。Thank you.
対だ。よくない、映っちゃってた。ちょっと待って。大丈夫やった？どこまで映った？大丈夫か。携帯映るぐらいだったら大丈夫。分かんなくなってきた。ずっとアイライン引いてる。もういいかなこれで。もう飽きてきたよ、ずっと塗ってるの。ちょっとだけ下目に。映るとやばいものとか置いてないけど、そのここら辺ごちゃごちゃしてるから、今メイク道具をバッとここメイク道具を持ってきたりとかで、すごい急いで持ってきたからさ、ちょっとごちゃごちゃしてるんだよね。あんま映したくないんだよね。だからえ、難しいです、アイライン。もうどんどん分からなくなってきた。左右で同じ顔。もうずっと描いてる。まあいいでしょう、これで。なんか焼けてたから。気づいたら長くなってるんだよね、アイライン。ちょっと長めに引いてるのもあるんだけど、気づいたら長く、なぜかな、こっち。消す。でもちょっと消したらさ、みじりをさ綺麗にしない。みじりじゃない、間違えた。ちょっと消して、もうこれで分かんなくなってきたから、これでもう、うん。私何分やってたの？10分ぐらい、10分以上やってた。やばいね。え、あと20分ぐらいしかないじゃん。マスカラを
マスカラ塗って、今日いい感じだ、まつげが嬉しいいい感じです。マスカラちゃんと塗れてるのか分かんないけど、めっちゃ綺麗に上がってる今日。うん、綺麗に濡れてるか。あ、またマスカラつけちゃった。これ取りたいな。取れないんだよ。めっちゃ綺麗にセパレットしてる。うん、こっちのマスカラ塗って、マスカラ下地だけでも色ついてるからさ、いいんだけど。一応塗る頭元についた。どんだけつけるの私あなたについちゃう。いい感じ、嬉しい。あ、くっついちゃう。ここは離したい。くっついちゃう。うん、入んないんだけど、コムが。オッケーオッケー。いいんじゃない、この玉取りたいな。あんまりコームしてたらちょっとまつげが入っちゃうから。 OK、 これで。
いてないどこにも。もう取ってられますから。うん、完成。リップ塗ってないけど完成。ちょっとマスカラ取る。今日もヒートテック着てるよ。今日寒そうだったからヒートテック着た。取れないんだけど、俺は。スクラップも内部に入っちゃうから取りづらい。熱い、ちゃんと綺麗に取ろう。リップ塗るかさすがに、さっき、あ、いや、アイロンつけてその間にリップ塗ればいいんだよ。そうじゃん。あ、あ、なんか落とした？大丈夫か。ちょっと遠い。アイロン、ちょっとアイロン置く場所作んないと。アイロン置く場所、場所を置く場所作った。前髪見たけど、リップ、リップ、リップとチーク、リップ、リップ顔できた。いや、終わるんじゃないか。35分だよね。いける。鏡、鏡。鏡持ってないのにセキリップ塗り始めちゃった。次ご飯食べちゃうなら落ちるか。まあいいや。うるさってんのか。それでいいや。うん、アイロンついてるもん。こっちの子に言うなきゃな。じゃあ4000人、さっき1800とかじゃなかったっけ。メイクしてたら一応なんかすごいハイライトすごくない？なんかまあいいや。
チープピンク系のやつ使ってる。ちょっと髪の毛分けますね。お願いします。ランキングぐらいはいい。結局クラスの糸ぼかしちゃう。ちょっと開いて。寒いからさ、その髪の毛あったかい。ストレートでおろしです。あったかい。てか、すごい。高いわ。食べてお腹いっぱい、羨ましいな。朝からサーモンいいね。海鮮、お寿司、お寿司、わかんないわ。お刺身かもしれない。いいな、サーモン食べた。私もいつも飲んでる。お寿司いいな。食べたい私も。じゃあそうだ。ちょっと明るくなってきた。マジか、早い。ちょっとなんかそれも幸せ。それも幸せ。いいね、早いよ朝。ほんとやめろ。みんな持ってるね。持ってないと困る。もうないと無理。25分ぐらいか。時間内に降りそうでよかった。無事。もうあとちょっとで終わりますね。前髪してってさ。そうだ、羽ピン直してないんだった。直さなきゃ。あ、待って、これはチーク出てる。出てないかな。
並みを入れましょう。なんだか画面動かしちゃったか。はい、どうしよう、今から OK。いい感じ。これからもうちょっといい感じになるから、あんま変わんないかもだけど、私の中では変わってる。いつも動画流しながら、いやーその時によるね。何にもつけない時もあるし、何かつける時もある。音楽かけながらの時もあるし、全然何にもみたいな時もある。めっちゃバラバラ。あ、時間帯にもいるかも。朝とかニュースのなんかニュース番組、ニュースの何かな、目覚ましとかスッキリつけて、いいんじゃない？綺麗になったんじゃない？あんま変わんなかったか。ちょっと待って、まつげ、こっちの方がすごい束、伝わる、なんか束っぽくなってて、こっちのものってない。でも言われなきゃ分かんないレベルだよね。そんなあれだよね。言い聞かせてる、分かんないか。いや、できた。完成。メロン消してコード抜いて、よいしょ。
まった。ちょっと待って。すごい、ほんとここだけだったのパジャマみたいじゃない？こういうパジャマあるじゃん。違うんだけど。ワンピースなんですけど、これ。こちゃった。ピンを。メイクポーチパンパンな、使ってないのとかあるから整理しなきゃ今度。これいらないやつか。で、まず足まって。できた。準備。あ、そうピース忘れず。危ない、めっちゃ忘れてた今、ありがとう。そうだ、付け替える。せっかくだから何個ずつ買うかな。ピアス、今ハートのピアスつけてて、違うのにしてみようかな。だって今から作んないよ。もう作ってあるのを食べる。グラタン、グラタン急いで食べなきゃ、あんま時間ないから。ベタには一味かけない、何もかけない辛いのは。さあピアス変えるっていうの忘れないにしないと。どこ行く？水族館？今日水族館行くってこと？水族館行かない。水族館最近全く行ってないな。最後に行ったの小学生ぐらいの時、多分。だいぶ前、最近行ってない。忘れ物しないし、ね、忘れそう。何かいつも何かバタバタしてて忘れるの、よくない本当に。よくない。ピアスを付け替えるの忘れないし。見卵、そう見卵、小学生ぐらいの時に行って、小学生、うん、低学年ぐらい、そっから行ってない気がする。10年ぐらい行かないね。友達とさ水族館行こうとかあんまなんないさ。うん、家族と水族館行こうともなんないし。だから行かないね。今ね、そのピアスたくさん入れてるケースないの。一回なの。ここに置いてないの。お金もつけれない。外すことならできる。私外しとくかも。外しとくか。忘れそうないか。大丈夫、ちゃんと持っていく。なんかちょっと30分まで、いやどうしようかな。いや35分になってランキングで終わろうかな。結構40分までしちゃうとギリギリだわ。だから35分までしてランキングを見ます。え、35分、え、早い。34分かと思ってた今。早すぎる。じゃあランキングを、13位からランキングを見ます。13位、ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。12位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。次、
11位ひのにゃんまるさん、ありがとうございます。10位サイレントディームーンさん、ありがとうございます。9位トッシーベビーアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。8位マーイーカさん、ありがとうございます。次7位ムムさん、ありがとうございます。6位みずきさん、ありがとうございます。次5位フロマンさん、ありがとうございます。4位まさむねさん、ありがとうございます。3位まるさん、ありがとうございます。次2位にゃこさん、ありがとうございます。そして1位がラモーナさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。朝早くから本当に私がずっと準備をしてるだけの配信だったんですけど、ありがとうございました。じゃあ私はそろそろ朝ごはんを食べてこようかな朝ごはんを、お腹が空いたんでご飯を食べてきます、ね、これから寝る人多いねみんな寝る、今からおやすみ。明日の配信はね、ちょっとまだわかんないんだよね、いつできるか。夜できるとは思うけど、何時頃からできるとかが全くわかんないんで、また明日ですかね、ちょっとわかり次第。ちょっとまだわかんない、明日何時からできるか。朝は絶対に無理だねお昼も無理そうだけどな、わかんない、明日になってみると明日結構バタバタしてそうだからね。じゃあそろそろ終わろうかな。今日の夜はしないです、ちょっとできない。ラジオ聞いてください皆さん、ぜひヒカルンと一緒に消されてるね、ベイヘム走らないとっていうので、ぜひそっちでじゃあありがとうございました、またに、バイバーイ。ありがとうございました、朝早くからありがとうございました